南山ケーブルカー A のソウルタワーは、大韓民国ソウル特別市立山区の南武山公園内、頂上付近にある塔である。旧名は南山タワー。タワーの高さは236.7メートルである。南山の高さは243メートルなので、海抜からの高さは479.7メートルとなる。ソウル市内の各所から見ることができ。 夜にはライトアップされた姿が浮かび上がる。テレビ FM ラジオ送信などを目的とした総合電波塔として建設されたが展望台から市内を一望できるため観光地としても人気がある。アクセスは南山のふもとと山頂を結ぶロープウェイである南山ケーブルカーを用いる。ニュース専門テレビ局 YTN が所有し正式名称は YTN ソウルタワーであるが、通常は N ソウルタワーと称している。南山タワーともしばしば呼ばれるが、これは公式の名称ではない。ソウル特別市立山クナム山公園ギル105、N ソウルタワーからのソウル市の眺望、N ソウルタワーからのソウル市の夜景チャンネルは、韓国の基準で表記。デジタル放送では、親局を、観学山に移したため、中継局となっている。 しかし出力は送信周波数が高いこともあり N ソウルタワー局の方が大きい。物理チャンネル番号は日本のチャンネル番号プラス1となっており、日本の 13CH が韓国の 14CH に相当する。いずれも全国の鳥を飾る形で2012年大晦日午前4時を回ったところで完全停波、デジタル移行を完了。終了式典は、 KBS の施設で行われた。ありがとうございます。